コーポラル・ロビンソンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ケンタッキー州、ルイビル生まれ。主戦場とする、イワミッドサウスの、デスマッチの祭典、キング・オブ・ザ・デスマッチをはじめとして、CZW、チカラ、ポ、JCW など、数多のプロレス団体を股にかけて活動している。ウィスコンシン州のミルウォーキーに生まれ、やがて、イアン・ロッテンとトレーシース・マザーズからの訓練を受けた。 上で、プロレスラーとしてのデビューを1996年に行った。リングネームのコーポーラルは五丁を意味する軍隊の用語であるが、これは単なるギミックではなく、プロレスラーになる前には実際に軍隊に所属していた。やがて、岩ミッドサウスへの参戦を開始し、早速1998年の11月にハリー・パーマーを下して、 イワミッドサウスのヘビー級王座を獲得。それからわずか2ヶ月足らず後の1999年1月6日にこの王座を再び獲得した。20世紀も大詰めとなった2000年、その12月にイワミッドサウスのキングオブザデスマッチ選手権に初出場。蛍光灯や有志鉄線を用いたデスマッチを勝ち抜き、 ついには決勝にまで進出するも、炎上するカンオケを用いた、デスマッチであったその決勝戦でローリンハードに敗れた、ことから、惜しくも、王座までには至らなかった。それから2001年から2002年と続けてこの大会、コトドムに参戦し、クリスヒーローや、ミッチページ、ディスファンクションらを相手に、画描や、蛍光灯を用いた、デスマッチを戦うも、ことごとく2回戦目で敗退し、 2003年の参戦にあっては1回戦目でアクセルロッテ点を相手に観客持参の狂気を用いたテスマッチを行い敗退、さらにはメザイアを相手にもう一戦を行うもそのまま敗退した。そんなこの年、2003年にあってはその主戦場たるイワミッドサウスの代表選手の一人としてイアンロッテンと JC ベリーと共に6月頃から コンバットゾーンレスリングへの殴り込みを観光。早速、エクストリーム8という CZW の大会に参戦した上で、ディレンジドを相手に、有刺鉄線盤とテーブル等を用いたデスマッチを行い、これに勝利を収めた。そして7月26日、デラウェア州のドーバーを舞台に、CZW のデスマッチの祭典、トーナメント・オブ・デスへと初出場。1回戦目で、 ネクロブッチャーと当たり、有刺鉄線バット、釘バット、ガラスの破片を満載した、冷水機、そしてホッチキスといった狂気を用いた、テスマッチを観光するも、そのまま敗退という結果に終わった。自身5度目の出場となった2004年度のコトドムは、インディアナ州のオーリティックという地に開かれた。1回戦目で当たった相手は、ディスファンクションで、ガラスを用いた、テスマッチにてこれに勝利。 続けて、有志鉄線ロープと蛍光灯と、アルコール灯を用いた、デスマッチで、イアン6点を下し、さらに続けて、観客持参狂気デスマッチで、ルイラモスを制圧。そして決勝戦で、トビークラインを相手に再び、ガラスデスマッチを戦い、これを破ったことで、ついには参戦5回目にしてこの大会、コトドムの覇者の在と君臨することになった。 この年にはプロレスリングアンプラグドに初参戦し、早速そのマットを舞台にプリンス7を制圧している。やがて2005年を迎えるとマットマンポンドとネクロブッチャーと共に力のマットに参戦し、その世界トー選手権へと出場。そして王者として外戦出場したこの年のコトドムではネクロブッチャーと組んだ上での観客時参狂気デスマッチで、 ブランドン・プルフェットを制するも、有志鉄線と蛍光灯をロープに用いた第二回戦において、前年度大会の決戦相手でもあったトビークラインに、下され、そのまま退くこととなった。いよいよ七度目の出場となった2006年のことどおに、あっては、ジャグレーター、マットマン・ポンド、ディスファンクションを相手に、蛍光灯や有志鉄線を用いた馴染みのデスマッチを、勝ち進むも、第四戦前でまたも、 トビークラインを相手に敗退。やがて、プロレスリングアンプラグドのマットで、イアンロッテ点を下すと同時に、この団体のハードコア王座を獲得した上で年を終えた。そうして迎えた2007年には、トレント・アシッドや、ジョニー・カジミアと一軍団を組んだ上で、アンプラグドのマットを舞台に、野沢やニタフ、トニーや、マットマン・ポンドラからなる一軍団との構想を展開。さらには、 ジャガロのマットでアシッドを制しこの団体のヘビー級王座を体感することにもなった。やがて6月にあってこの年度、2007年度のことドムに参戦。まず観客時3強期デスマッチでディレンジドを下し、続けて蛍光等デスマッチでマットマンポンドを下し、そうして迎えた3回戦目でディスファンクションを制すと同時に、ワミッドサウスのデスマッチ王座をダッシュ。 そしてこの王座の防衛戦でもあったその決勝戦においてフリーク賞を相手に有志鉄線ロープと200本の蛍光灯を用いたデスマッチを観光しこれを制したことでついには2度目の優勝を果たしたのであった。ジャガロをそのはじめとするスータのインディ団体を転戦しながらそんな2007年をそして2000年から欠かさず出場してきたコトドムを欠場するに至った2008年を過ぎ 2009年になると、いよいよ9度目となった、コトドムへの出場を迎え、1回戦目の画鋲デスマッチで、DJ ハイドを破った末に、燃え盛るコンクリブロックと熱した炭刀を用いた第2回戦で、マサダに下され敗退した。2003年の9月に結婚。ケンタッキー州のルイビルに暮らしている。ありがとうございます。